インテリア業界のパリコレクションとも呼ばれる見本市メゾン・エ・オブジェには世界各国からおよそ3300社が参加し、パリ郊外の会場には最先端のトレンドを求めて大勢のバイヤーが訪れています。日本企業も40社余りが出展し、室内を埋め尽くした花が人の動きをセンサーで感知して上下に動き、人が花に包まれたように感じられるインテリアや、日本の伝統技術の絞りの布で電球を覆った照明器具などが展示されています。また照明デザイナーの石井もと子さんと娘のリーサ・あかりさんが企画した光をテーマにした展示では、次世代の光源として注目される有機 EL を使ったデザインパネルや光の色合いの変化でリラックスできる場所が設けられています。日本の企業って本当に多様なですね、素晴らしい技術を持ってらっしゃるんですよね。それをデザインを加えて大勢の方に知っていただくということが私たちの使命だと思っています。